これくらい余裕だ。いい感じじゃないかしら。私ならこれくらいは当然。うむ、いい感じじゃないか。これくらい余裕だ。頑張ったのに。すみません。はあ、なんとかなったな。いい感じじゃないかしら。いい感じだと思います。うむ。報酬か。楽しみだな。カズマじゃん。相変わらず冴えない顔してんな。なんだお前らか。しかし見るからに疲れてるな。大丈夫か？そう思うんだったら一杯おごってくれたっていいんだぜ。悪いな。俺たちこれから用があるんだ。ああ、何者にも代えがたい大事な用がな。だな。ああ、そういうことだ。なあ、一緒に行こうぜ。たまには息抜きも必要だろ。なんだよ水臭いな。俺割引券もあるぞ。やっぱり今日はやめとくわ。そっか、仕方ないな。俺たちお前の分まで楽しむからさ。じゃあな。またな。いらっしゃいませ。何を本日入荷している商品はこちらです。こちらの商品ありがとうございます。またどうぞ。しまったのね。私たちが無事にここに帰ってくることはないのかもしれないわ。いきなり不吉なことを言うなよ。いくらなんでも訓練でそれほどのことをさせられるわけないって言える。ねえめぐみんはどうしたの？集合時間に遅れたら絶対に怒られるのに。そろそろ時間だが、みんな集まっているか？あ、ダクネス。それがね、めぐみんが。ああ、めぐみんならここだ。なんでダクネスに首根っこつかまれてるんだよ。浅はかにも逃げようとしていたのだ。あの程度で私の裏を書いたつもりとは。笑わせてくれる。お前また無茶を。私はただ爆裂魔法を打ちに行こうとしていただけです。ねえちょっとカズマ、
私やっぱり嫌なんですけど、いつもの小ずるい知恵で逃げる方法を考えてよ。お前小ずるいって言うな。そもそも俺は今回の訓練から逃げる気なんてこれっぽっちもなかったからな。ほう、いい心がけじゃないか、カズマ。心がけも何も、せっかく俺たちのサバイバル能力を鍛えてくれるって言うんだ。ありがたく受けさせてもらうよ。いい子だ。ご褒美に頭を撫でてやるぞ。ありがとうございます。そんな、どうしてしまったんですか、カズマ。きっとカズマはダクネスに身も心も調教されてしまったのね。では私はサバイバルで必要な装備の最終点検をしてくる。少し待っていろ。ほら、カズマの目を見なさい、めぐみ。まるで飼い主を見送る忠犬のよう。本当です、人間にもあんな目ができるのですね。おい、そこ勝手に盛り上がってんじゃねえ。じゃあさっきの態度は何なのですか。調教が完了しているとしか思いませんでしたよ。ロリッコが調教なんて言うんじゃねえ。その何かとてつもなくいけない感じがするから。誰がロリッコですか。ほらほら、言いまくってやりますよ。調教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 。そんなことやってる場合じゃないでしょ。ね、この隙に逃げましょうよ。いや、逃げない。やっぱり調教済み。違うっての。実は一つ試したいことがあるんだよ。試したいことですか。この服を覚えてるか。もちろん、この前石板で生成した服よね。確か日本でいうところのボンテージドレスだ。ボンテージ、何ですかそれは。俺の故郷ではド S の女王様が着るこういうドレスのことをボンテージって言うんだ。はあ、カズマの故郷はこんな服を着た女王様が治めているのですか。あ、いや違う、本物の女王様じゃなくて、横暴な命令をしたりして相手をいじめて楽しむ、つまり今のダクネスみたいな人のことを女王様って比喩して言ってるんだよ。確かに今のダクネスにはとても似合いそうですが、まさかこれをダクネスに。何よ、やっぱり調教される気満々じゃない。そうじゃなくって、考えがあるんだよ。考えって何ですか。それは。待たせたな、お前たち。さ、訓練に向かうぞ。お、うん、わかった。いいか、お前、さっきの服のことはダクネスには言うなよ。また何か小ずるい手を考えたわけね。わかったわ、私もできる限り手伝うから、どんと頼りになさい。だから小ずるいって言うな。あと、お前が手を出すとろくなことにならないから何もするな。なんでよ。おい、何を話している。さっさと来い。はい、すみません。やばい。ダクネスに殺される。何を言っている、人聞きの悪い。私はお前たちを思ってこの訓練を行っているのだぞ。ここで出したら大惨事になる。さあ、まだまだだ。
喋る気力があるのなら走り続けろ。いや、さすがに休憩させてくれよ。アクアもめぐみも限界だぞ。甘ったれるな。自然の脅威に待ったをかけられるはずがないだろ。さあ行け。そうだ、張ってでも前に進め。貴様らは立ち止まることなど許されないのだ。無理、出ちゃう、出ちゃう。頑張ってください、アクア。ここで足を止めたらどうなることか。ああ、いいぞ。この支配をする感覚こそ私が求めていたものだ。そろそろ呪いが解けてもおかしくないんじゃないかしら。死後は慎め。なんなら口を聞けなくしてやってもいいんだぞ。まことにいかんだが、その様子はなさそうだな。ちょっとカズマ、どうなってるのよ。欲望を満たせば呪いは解けるんじゃなかったの？あんなに嬉しそうにしているのに解けないなんておかしいです。そうよ、それに考えがあったんじゃないの？早くしないと本当に出る。そう、考えはある。でもそれをどうやって実行するかが問題なんだ。どういう意味ですか？石板に書かれた呪いを解くための文面を覚えてるか？ですから、心身ともに欲求を満たす。そう、呪いを解くためには心身ともに満たす必要があるんだよ。だが今のダクネスは心しか満たせていない。何よそれ、全く意味がわからないんですけど。ちょっと待ってください。心身とは心と体。心は満たせていて体は満たせていない。ああ、なるほど、そういうことですか。理解が早くて助かる。しかしそれは確かに難題ですよ。一体どうするつもりなんですか？だからそれが思いつかなくて困ってるんだ。強要するのは当然無理。俺たちが3人でかかってもダクネス1人の腕力には到底及ばないからな。でしたら、でしたら、でしたら。おい、大丈夫か、めぐみ。こんな地獄はたくさんです。この苦痛から解放されるためなら何だってやりますよ、私は。おい貴様ら、なぜ足を止めている？私の指示を無視するとはどういうつもりなんだ？すみません。メグミンとアクアも早く立て。でもでも、動いたら出ちゃう。ダクネス。なんだ、めぐみ。カズマがダクネスに渡したいものがあるそうです。の渡したいもの？なんだそれは。それは私にも。でも、とってもダクネスに似合う何かだそうです。おいカズマ、私に渡したいものとは何だ？それは当然練習を中断させるに値するものなんだろうな。渡したいものと言いますか、そう、ダクネス様に献上したいんです。献上だと？我々を指導してくださるダクネス様のお姿を見ていましたら、この衣装をぜひとも身につけていただきたいと。なんだこの服は、見たこともない形状だな。これはダクネス様のような威厳ある女性にふさわしい由緒正しい正装として俺の故郷に伝わっているものなんですよ。こ
ちらを身につけているお姿を拝ませていただければ、訓練にもますます力が入るというものです。これは確かに私好みの服だ。しかし、着るのは断る。なんでなぜって、この私がどうして下僕の提案を受け入れなければならないのだ。下僕としての自覚が足りていないようだな。いいだろう。私が主として服従の喜びをその身にたっぷり叩き込んでやろう。ダクネス様にはこの衣装がお似合いですよ。気持ち悪いな。え？見ているだけで吐き気がする。なんだと？あ、いや、もう一度言ってみろ。ごめんなさい、調子に乗りました。これは前にアクアが冬将軍の前でやった。そう、日本人の最終兵器、土下座だ。どうしてだ。ただひれ伏し地面に額をこすりつけているだけだというのに、妙に心を動かされる。それが土下座だからだ。それに屈辱でしかないポーズのはずなのに、どこか美しく感じて。プライドを持って土下座してるからな。抗えない。カズマの要望に応えるのだと心が叫んでいる。さあ、これでとどめだ。ダクネス、何をするつもりだ。お願いします。ダクネス様、どうかこの虫けらの頼みを聞き届けてくださいませ。そこまで卑下するのか。ふぅ、わかった。来よう。いやぶっ殺してやる。おい、見てないで助けてくれよ。今のダクネスマジで怖い。ほら、鬼が来ましたよ。クワバラクワバラクワ、それってどういう意味です？忌まわしいものを退けるおまじないよ。さあ一緒に。クワバラクワバラ、お前ら後で覚えとけよって。うわ、ああ、綺麗に転びましたね。顔からドシャッと行きましたけど、大丈夫でしょうか。これからもっとひどい目に遭うからいいのよ。カズマの犠牲、忘れないようにしましょう。追い詰めたぞ、カズマ。
下僕のしつけを始めようじゃないか。お望み通り身も心も調教してやる。なんで鞭なんて持ってるんですかね。これはもしもの時のために買っておいただけだが、主をそそのかす悪い下僕をしつける時とかか。ひぇ、ああ、いい声で泣くじゃないか。もっともっと聞かせてくれ、カズマ。え、やめろ、当たったらどうするつもりだ。大丈夫よ、後でヒールで直してあげるから。直す直さないの問題じゃない。耐久力を上げる支援魔法とかあるんだろ。今すぐかけろ。いやよ。なんでだよ。だってダクネスがすごい顔で睨んでいるんですもの。お前は視線でアクアを脅迫するな。おい、主に向かってその口の聞き方は何だ。まあ従順なのも悪くないが、お前みたいに反骨心をむき出しにしてくるのも嫌いじゃない。いや、むしろそうあってほしいくらいだ。なんでですか。逆に聞こうカズマ、お前は自分に惚れている女を口説くのと惚れていない女を口説くのどちらが楽しい。惚れてる女に決まってるだろう、楽だし。何？惚れてない女の子です。そうだな、達成感を感じられないゲームなどやっていても楽しくない。私が求めているのは人を支配するという達成感だ。その体を。苦痛で手なずけ。その心。恐怖で支配する。ああいいぞカズマ、もっと踊れ踊れ踊れ。この鞭で踊り狂え。イエーイ、一発でも当たったら死ぬ。そして私の前で地面に頭をこすりつけ、舌を垂らして媚びへつらって言うんだ。ああ女王様、どうか私をあなたの従順なしもべとして調教してくださいと。私はなんて加工しているんだ。これってもしかして。やりましたよカズマ、解けたんですよ呪いが。いやまで落ち着け、これは罠かもしれないだろ。そうでしょうか。おいダクネス、なかなかそそる格好してるじゃないか。これからお前のその格好でお前が喜びそうな想像してやるぜ。嫌いじゃない、嫌いじゃないが、こんな格好は私が望む周知のそれとは違う。花様、どうやら本当に呪いが解けたようだな。よかったです。本当にこのまま元に戻らなかったらどうしようかと思っていました。すまない、皆に迷惑を。いいえ、気にしないでください。呪いだったのですから仕方ありません。
ええ、仕方ないわよ。とっても楽しそうだったけどね。実はあっちの素質もあるんじゃないかしら。なるほど、高度な二刀流だったわけか。違う、私はそんな。ド S もなかなか良かったぞ、ララティーナ女王様。